ようお前ら、俺様だ。今日はね、アイリスラーメン2階の YouTube スペース茨城に遊びに来てます。そしてね、山口店長が毎晩使っているティッシュを紹介しようと思います。はい、はい、はい、このね、クリネックスのティッシュですね。ティッシュペーパーなんでね、ウィスパー色もしくはコマさん色ですね。あ、この箱の部分もウィスパー色、コマさん色で、この辺がね、まあ、ジバニャン色っていうよりはジャイアン色で、ちょっとおしっこ色にも近いですね。はい。あ、ここは完全にジャイアン色。あ、なんかこの辺はでもちょっとジバニャン色とジャイアン色の中間色ぐらいですね。で、あ、カチカチマークもついてますけど、まあ、今回ちょっとカチカチマークは読み上げるのめんどくさいんで、やめときましょう。山口店長が毎晩使っているティッシュですね。はい。はい、あ、ちなみにこの関係ないですけど、森の羊羹がおしっこ色ですね。はい。はい、ということです。これも何色、これはこの辺ジャイアン色とおしっこ色の間ぐらい。これはおしっこ色ですね。見つかった、よかった。あ、でも下はジバニャン色かな。ジバニャン色ですね、下もね、うん、はい、ということです。それではさよなら。ボー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 ボ